何ジロジロ見てんのよ。もう諦めて触っちゃう？お願いします。やべえ、運転中に麻酔銃撃ってしまった。終わった。下半身を握られ驚愕。終わった。ダメじゃないか。ちゃんととどめを刺さないと。やめろ。ほら、ちゃんと飲んだわよ。えろ。I want you. I need you. 黙って食え。コナン君、一緒にお風呂入ろう。そこまで入りたいか。高木君、あなたを逮捕します。終身刑です。私のそばで。仕事しろ。事件が起きない日は疲れる。普通逆。先週のネクストコナンズヒントがリフトだった。つんみ。コナン君、なぜバレた？いや、わかるわ。麻酔で眠らせてくれ。マッキー、体調悪くて事件起こせねえや。一生な女。合法ロリ最高じゃぞい。おい、エロジジイ。我々に要求だと？そんなことより電話かけ直してくれない？電話料金発生するから。その節約いらん。私だって成長したんだからね。どれどれ、納豆食べるの下手すぎだな。逆にできんて、むごい事件現場の後ほどピザがうまい。狂ってる。ハイバラアラート。もう手遅れ。今週事件が起きてないんだ。すまん。すまんじゃねえよ。ちげえよ、博士。正しいバーローの握り方はこうだ。事故かな？プレゼントを忘れたサンタにお仕置きしてください。喜んで。このために麻酔銃を2発用意しておいた甲斐があった。おい、エロ川、あのシューズで直接蹴られたらしい。グロ？工藤くん、汗かいちゃったし一緒にシャワー浴びない？誘惑すんな。犯人が分かった瞬間自首された。別にいいじゃん。雪山に埋もれたけど、なんとか本体だけは助け出せた。ギリギリセーフ。何？俺が工藤新一だって？今更かよ。また博士んちで収録？アウト。幼女が、ラッキーじゃ。おい、エロジジ。アイくんのその顔たまらんの。誰か捕まえろ。誰かの悲鳴が聞こえてきた。ガッツポーズすな。博士、呼んでくれてありがとう。楽しみましょう。何する気だよ。麻酔針が誤って自分に刺さった。一生寝てろ。犯人に次の指示を送る。黒幕お前かい。君たちは知りすぎたんだ。やめろ。昨日違う女の子とイチャついてたでしょ。めっちゃキレてる。昨日のは濃くて美味しかったわ。名探偵。学校で言うな。中身は大人だから問題ねえよな。いや、あるわ。サキュバス？じゃあ何してもいいよな。どんだけ溜まってんだよ。これが私のファーストキスの相手じゃよ。最後か。新一に繋がった。じゃあお前誰？事件だ。もう病気やて。カズハ君も悪くないの。楽しんでる。蘭姉ちゃん、ついに蹴りでやる。はい、逮捕。寝る前に変なものを見てしまった。夢で会ってくれ。工藤君、中でバーローはダメ。浮気すんな。小一の俺がなんで女湯に入れねえんだよ。もう覗きに行くしか。殺されんぞ。この扉の向こうに蘭が。行動が早い。バキボキ。自業自得。おお、死んでる死んでる。見てないで助けろ。ここは足元滑るから気をつ。押せえよ。いらっしゃいませ。ご注文はウサギですか？頼んでねえよ。もっともっと強力な麻酔を。心を死ぬって。やっべ、麻酔銃撃ちすぎた。早速犠牲者で取る。この牛はいっぱい搾乳できそうじゃの。小輸送5000円ね。ありがとうございます。お父さん、それ私の下着。買ったのお前かい。歩みの胸チラが気になって仕方ない光彦。おい、エロガキ。源太くん。口にしただけで僕は興奮します。お友達かな。朝だよ、起きて。工藤くん、違うとこ起きるて。ラン、コナンくん、人が亡くなったのよ。今やったって言わなかった？さすが死神。死体を見るのがだんだん楽しみになってきた。狂ってる。コナンくん、あっちでバーローしない？何する気だよ。ジロジロ見てないで、あなたも脱ぎなさいよ。ちゃっかり誘うな。事件？知らねえ。こっちは試験の方が大事なんだよ。ナイス判断。船酔いしたけどエチケット袋がなかった。それもちげえよ。どうだい、俺の一物は？いらねえよ。みっこみこにしてください。注文金も。左から、スネちゃま、たけし、静か、伸びた。ほぼ正解。最高すぎるぜバーロー。浴場すんな。妙だな、毛利小五郎に麻酔が効かない。体勢ついてる。そう、私たちが黒の組織だ。なんかダサ。犯人を間違えていたことに再放送で気づく。探偵やめちまえ。あなた、今日はご飯？お風呂？それともまた推理？なんかわいそう。衝撃の最終回。ハッピーエンド。灰原、その日もほどいちゃっていいか？いいわけねえだろ。水剣。いや、起きてんじゃん。バーロー。自首だけは絶対阻止しなきゃなんねえんだ。何のプライドだよ。エロ川コナン、童貞さと言って麻酔銃を向けてきた。誰か止めろ。慌てんなよコナン。明かりならあるぜ。暗闇から犯人を見つけ出す俺という明かりがな。話入ってこんて。灰原が子供なのに口紅してる。お前が言うな。応援してるチームが負けそうなので PK の邪魔をする。おい、クソハゲ。自分がいなくても仲良く帰る4人を見た。どんまい。新一くん、夜の運動って何よ。誘い方キモ。小五郎がずっとマイク離さないし、演歌ばっかり。麻酔銃の出番だ。胸ばっか見てバーローバーローうるさいのよ。最高。黒幕が何だったとはな。角ドリル通用。体は子供になっても性欲は変わらねえな。もう付き合っちゃえ。灰原さんがコナン君ばっかり見てるからこうなったんですからね。バイ光彦。やかましいわ。コナン君、本当にわしでいいのか？それじゃあ開発するとしよう。その開発じゃねえよ。一応下履かないで来たけど。いや、履けよ。女の死体だ。性癖バグってる。わかったぞ。犯人はこれで首を絞めたんだ。クソ推理すな。コナン君だって立派な角を持ってるじゃない。何する気だよ。ほら、ピーマンもちゃんと食べなさい。パパ ?CM 前の扉開閉の勢いが強すぎた。爆発してね。こんな格好で喜ぶなんてまだまだガキね。ありがとうございます。眠らせたはずなのに、なんで立ち上がって刀構えてんだ？麻酔薬使う人間違えた。間違いが過ぎるて。角のせいでこの格好をしても誰も近寄ってこない。そりゃそう。そこのお前、人質になれ。おい、クズども。あかんで平次、ランちゃんとは距離取らな。刺されてる。
る。私の弱いとこ見つけるなんて、さすが名探偵。何してんだ、これでおっちゃんを眠らせてと。死ぬって。事件が起こらず30分過ぎた。それが普通。死体がなければ作るまでよ。やめろ。本当はおばさんのくせに可愛いこぶる灰原にドン引きするコナン。おめえもな。コナンくん、私に麻酔針向けて何するつもり？おい、エロガキ。小五郎の推理が合ってた。なばかな。はい、来週の事件一丁上がり。誰か止めろ。みんな角にしか目がいかないので、胸に視線を向けようとする。それでも角見ちゃう。もう我慢できねえ。バーロー。ふぅ、すっきりすんな。陣営、工藤新一を見つけた。灰原ナイス。壁ドンされるとドキドキするって聞いたの。どう？めっちゃします。ダジャレで布団が吹っ飛んだと言ったら想像以上に受けた。聞いてるって。博士、また外でするの？なんで乗り気なんだよ。おっちゃんの推理が珍しく確信に迫ってるので眠らせに向かう。たまにはさせてやれ。ラン？股間まで黒ずくめだと？しばかれんぞ。博士、この格好をすれば角をなくす薬作ってくれるんですよね。騙されてる。へへ、事件が起きなければ作りゃいいんだよ、作りゃ。そこまで欲しいか。被害者が最後に見た光景。顔うざ。あ、手が滑った。狙ってやったろ。神の手と呼ばれた工藤新一のハンドテクニックは幼児化してもなお健在だった。そいつに使うな。ここでするの夢だったの。探偵さんしよう。誘惑すんな。もしかして麻酔銃って犯人に当てた方がいいんじゃ。今更かよ。ランは手を洗わない派。きたね。コナン君のそれ、新一じゃん。うん、どこ見ていった？ラン君のお母さんもまだまだ現役じゃの。えんろ。PC の前で下半身丸出して寝落ちしてる。キモーい。バーロー、俺の正体探ろうとするからこうなるんだ。みんな大変だ。友達やんな。少しでいいから背中舐めさせてくれよ。きっしょ。ライブの度に誰か死ぬことで有名なバンド。もう解散しろ。スノボ終わったら絶対助けに行くからな。今すぐ行けや。これつければ角目立たないかな。逆に目立ってる。灰原、その服洗わずに返せよな。何する気だよ。光彦の言ってたうな重ってこれかよ。絶対違う。本当の黒幕に気づいたのね。それじゃあ見せてあげるわ。私の最終形態、ゴーモーリランを。バケモンか。変なとこばっか見てたらただじゃおかないわよ。どっちもご褒美。死体を見ることの喜びを覚えてしまった。いや、怖すぎる。早く脱げ。灰原、盗撮すんな。服部くん、カズハちゃんにも悪いし一回だけよ。両方アウト。光彦くん、わしと一体化はどうじゃ。悪くないです。悪くないんかい。薬で元に戻った。戻れてねえよ。灰原、先にシャワー浴びてこいよ。ドヤ顔やめろ。コナンくんでしょ。寝てる間に私のお尻にこれ突っ込んだの。熱い。ランさんの角すっごい。何に使ってんだよ。ダメなものはダメです。風見の風見、もっと絞らせて。男すぎるって。犯行中に小学生がアドバイスしてきた。手伝うな。何勝手に入ってきといてバールをさせろって。普通に頼みなさいよ。いや、オッケーなんかい。被害者はアイスピックのようなもので一月か。ん？こいつだな。しまった。コーラ飲む前にメントス食べたんだった。つんみ。尾行中の容疑者に続いて入店したパチ屋で5万と容疑者を失った。探偵やめちまえ。博士、今回限りですよ。なんで乗り気なんだよ。今日は腕時計忘れたからこれで一発行くか。死ぬって。毛利の乱。暴走すんな。連れてきたのあなたでしょ。だから私の体にも日焼け止め塗りなさいよ。喜んで。光彦くんが溺れてるわ。ラン姉ちゃん、念のために麻酔銃撃っとくね。助けてやれ。ラン、靴を買ってやる。何センチだ？いや、口で言えや。洗いたてのラブドール？ということは犯人は今賢者モードか。だからなんだ。